来週の初めにかけて季節は秋へと一歩進みそうです。こちらご覧いただいているのは週間の天気図です。9日水曜日から来週月曜日14日月曜日までご覧いただいてますけれども、木曜日以降は秋雨前線が次第に日本付近で明瞭になってくる見込みです。この影響で特に金曜日、土曜日、日曜日と広い範囲で雨となるところが多くなりまして、また西日本から東日本にかけては強い雨の降る恐れがありますので、雨の降り方注意が必要です。そして体感も変わってきそうです。気温の予想を見ていきますと、来週初めにかけまして気温が週末から下がっていく見込みです。札幌は土曜日23度、日曜日21度、月曜日21度となっています。また東京を見ていきましても、金曜日頃までは30度近くの気温が続きますが、14日月曜日、来週の初めになりますと25度ということで、気温が一気に下がってきます。この後暑い日がしばらく続いていましたが、来週の初めにかけて秋が次第に近づいてきそうです。